はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の高次方程式丸1をお送りします。で、ここからね、高次方程式やっていきます。前まではね、乗用の定理と因数定理やっていきましたけど、ここから高次方程式と。で、今回もポイントは特になくって、問題をまず4問やっていきます。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな？それでは早速ね、1番からまず解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まずね、高次方程式ってなんだってとこ覚えてほしいんですけど、一次方程式とか二次方程式って今までやってきてるでしょ。で、高次方程式っていうのは次数が3以上の方程式です。つまり3乗以上が出てくる。 x の3乗とか x の4乗とかね、それで高次方程式、まあ高い次数の方程式みたいな感じで覚えてもらうといいかなと思います。で、まず1番なんですが、ね、高次方程式って言っておきながら二次方程式なんだけど、これ。ね、これ中学校で解けます。で、まずこれ、答えからやってしまうと、これ、x イコール2と、マイナス2分の1でございます。もちろん順番はどっちでも OK だ。で、まあどうやって解くか、一応ね、確認でやっておきますが、これ今、括弧が2個あるでしょ。で、よく俺が言うのは、ここ掛け算で繋がってると。で、2つのものをかけて今イコール0になんなきゃいけない。つまりどっちかが0になれば、掛け算でどっちかが0になれば絶対0でしょ、かければ。だからこの x-2 もしくは 2x+1 のどっちかが0になればいいんでしょっていう、まあ、両方ね、同時になっても、同時になることはねえか、なってもいいんですけど、だからどっちかがなればいいと。だからまず左側 x-2=0、 左が0になるとき、これ解いたら x が2が出てくる。で、右側が 2x+1=0 を解くと x=-2分の1が出てくる。だからこれの答えなんだよっていう、これ中学校の復習ね。で、なんでその復習ぶっ込んだかっていうと、次の3次式ね、まあ、高次方程式に持っていきたくって、これ3次方程式です。展開すると3乗出てくるんで。で、一応もう因数分解がしてあります。括弧の状態になってる。で、これと全く同じように考えると、ここ掛け算でつながってるのね。だから今回3つあるけど、これかこれかこれが0になればいい。だから1個ずとけばいいの。こんな感じで x+4=0、 x-3=0、 3x-2=0 って全部解けばいいと。で、それを解くと、これも答えだけにしようか。一番左解けばマイナス4、ここ解けば x=3 で、最後解くと3分の2と。だからこれ3つ全部答えになるよと。いいね、まあ、さっきと同じように解いてください。で、次がこれね、展開すると4乗なんで、まあ、4次方程式になるんですけど、まあ、4次方程式か。で、これもね、同じようにやっていくと、ここが掛け算でつながってると。だから左側の括弧もしくは右の括弧がイコール0になればいい。で、それぞれ解きます。これはで、まず左側解いていくと x2 乗、あ、ごめん、マイナス1=0でしょ。で、1持ってくると、これこのままね、因数分解してもいいんですけど、 x2 乗=1 となる。どうしようかな、どっちでいくかな。まあ、こっちでいこうか。で、右側だけちょっと変えるわ。じゃあ、で、これで解くと、ほにゃららの2乗イコール数字になった時に、これ中3でやってるんだけど、左側の2乗を外して、左辺のね、外して右辺にプラスマイナスルートをと、つけると。これが解き方なんだよね、2乗イコール数字になった時は。で、ルート1っていうのは1と同じだから、ルート外れてプラスマイナス1となる。これが左側の括弧を解いた時の答え。で、今度右側x2 乗-16=0。で、じゃあ今度は因数分解使いますけど、これ2乗マイナス2乗になってるんで、因数分解すると x+4x-4=0 となります。だから x の答えはマイナス4と+4なんで、くっつけちゃうよ。プラスマイナス4と、こう出てくる。こうやって2乗イコール数字で解いてもいいし、因数分解で解いてもどっちでもいいです。この因数分解の解き方、こっちでも使えるし、この2乗イコール数字でもどっちも解けるんで、まあ、好きな方でやってください。で、両方解き終わったので、これ
もこれも全部答えだから x イコールプラスマイナス1、そしてプラスマイナス4と、これが全部答えになります。いいね。で最後4乗じゃない、4番だね。で4番も括弧ができてないのでそこを作りに行きます。で x4 乗イコール81です。でこれはですね、ちゃんと解くんだったら、ちゃんと解くんだったら x の2乗をどうしようかな、文字何にしようか、ちょっとラージ x だと見にくいかな、ホワイトボードだと。ちょっとラージ a にしちゃおうか。こうやって置きます。 x の2乗をラージ a と置くと、そうするとごめんね、 x の2乗がラージ a なので x の4乗はラージ a の2乗になります。2乗を2乗すると4乗だからね。指数っていうのは2乗を2乗するとここ掛け算するので4乗になります。だから a の2乗になると。でイコール81になるんだよね。そうするとまあどっちで解いてもいいけど、文字の2乗、まあごめんけど2乗イコール数字が出来上がってるので、さっきと同じように2乗を外して右辺にプラスマイナスルートをつけます。でこれがルート81が9だからプラスマイナス9になると。で今度 a が x2 乗で自分で勝手に置いてしまったので戻します。 x2 乗のとこに。で戻すと x2 乗イコールプラスマイナス9になるでしょ。で一気に解ける人はもちろんこのまま一気に解いちゃって構わないんですけど、多分分けた方が分かりやすいです。なのでまず x2 乗イコール9、これを解くとさっきと同じだね、2乗イコール数字になってるので2乗を外してプラスマイナスルートをつける。でルート9だからプラスマイナス3となります。これがまず9の方の答え。ちょっと出し書いておこうか。で今度こっち x2 乗イコールマイナス9の方、こっちね、ちょっとこっちは注意が必要で、2乗イコール数字も中学校の時は右側がもちろんあれだよ、正の数でプラスじゃないとできなかったんですが、今マイナスになってもできます。この段階高校になってれば。でそのまま同じようにやっていくと、2乗を外してプラスマイナスルートをつけます。いい、プラスマイナスマイナス、ルートマイナス9と。でルートの中にマイナスが出てきたら、そのマイナスがなくなるんだけど i が出てくるんだよね。いい、これねやったね前ね、マイナスが消して i が出てくると。でルート9はさっきと同じだから3に変わるんで、つまり x はプラスマイナス 3i となります。いいね。なのでこことここが全部答えだから、最後 x イコールプラスマイナス3、そしてプラスマイナス 3i と、これで答えというふうにやってください。いいかな。でちなみに、これ二次方程式でしょ、 x2 乗が出てくるんですけど、二次方程式だったら答えは2個です。これ3乗が出てくるから三次方程式、三次方程式だから答えは3つです。いい、でこれは4次でね、4乗が出てくるからこれも4乗が出てくるんで、答えがプラス1マイナス1プラス4マイナス4で4つ、これも4つだねというふうになります。ただ重解があることもあるので、重解が出てくると数はずれてしまうんですが、基本的にそうなっているので、それもね頭に思い描くとほしいね、覚えておくといいと思います。では今回は高校数学数2の高次方程式丸1をお送りしました。今回もねここまで見ていただいて本当にありがとうございました。でこれもちょっとね続いていくので、また次回丸2取っていきますんで、もしよかったらねそっちの方も見てみてください。じゃあ今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。